膝つきプランクの前後に行うことで、より腹筋に効かせられてお腹がへっこむやり方を紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹にしっかり効く膝つきプランクというのがあるんですけども、それの前後に行うことで腹筋により効かせられてお腹がよりへっこむ方法というのを紹介していきます。プランクをお腹に効かせる、腹筋によく効かせる方法としては、骨盤の後傾というのが必須になります。骨盤が前傾した状態で腰が反れてお尻が上がった状態、そういった状態でプランクを行っても腹筋には効かなくて、脊柱起立筋や腰を痛める原因というのが起きてきます。そこでしっかり腰を丸めることでより腹筋に効きます。そしてプランクの中で一番腹筋に効く膝つきプランクなんですけども、骨盤を後傾ができていないと腹筋に効かないという感じになります。ですので今回はその膝つきプランクの前に行って、で膝つきプランクを行う、膝つきプランクを行った後にもう一つエクササイズを挟むことでよりお腹が引っ込みやすくなります。それを今回紹介していきます。はい、まずですね、膝つきプランクの前に5回キャットバックをしてください。キャットバックというのは中腰で腰を反らしたところから腰を丸めるといった動きになります。これの良いところはですね、手をまず腰に当ててもらって少し膝を曲げます。ここから一回腰を反らすことで指先が下に向きます。ここからしっかり腰を丸めてお腹を引っ込めることで指先が少し上を向きます。この指先が少し上を向いた状態というのが腰を丸めている状態です。この状態が作れないとプランクは効かないです。これをまず5回やりましょう。手は腰です。ここからグッと腰をグッと丸めます。まず5回です。1 2 3 4 5。はい、この腰を丸めた状態の感覚で次膝つきプランクに行きます。腰が反れないようにです。骨盤を後傾させている感覚の状態のまま、腰が反れないままです。このまま手をしっかり前に伸ばして膝とつま先で体を持ち上げます。さっきの腰を丸めた感覚です。これをまず10秒いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK です。このままもう一種目、ここからタートルを行います。腰を丸めた状態でぐーっとかかとにお尻をつける感じです。5回。5 OK です。そしてまだ腰を反らしてはいけません。骨盤をキャットバックした状態をキープです。この感覚を身につけてください。お疲れ様でした。今の腰を丸めた感覚、骨盤を後傾させた感覚、この感覚を常に身につけてください。これを身につけた状態で膝つきプランクを行ってください。ですので今回みたいに膝つきプランクの前にキャットバック5回、そして膝つきプランクをした後にタートル、亀の格好ですね、今のさっきのタートルを5回やることでどんどんお腹が引っ込んでいきます。姿勢が改善されて、内臓下垂というのが改善されて、お腹が常にへっこんだ状態、体幹部がしっかり安定した状態をキープすることができます。ぜひやってください。ということで今回頑張った方、腹筋に効いたよって方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、よりエクササイズが効くためのアドバイスをしていきます。よかったら登録の方もしておいてください。 SNS されてる方はですね、今回ためになったよって方はぜひシェアの方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。